in a cup. ありがとうございます。さあ、先週に引き続き、うん、ラジオでいいねっか B 面をお送りしております。皆さん、はい、いかがお過ごしでしょうか。私たちは昨日、越後長岡丘陵公園公園で音楽を楽しもう、そして村上オスドさくらんぼ祭りのイベントが終わったばかりの週末を迎えております。帰りの車内です。あ、もう晴れてもうのどかな2日間を過ごさせていただきまして ね、よかったよね。めちゃめちゃ癒されてきたわもう、うん、私たちが癒されてきました、うん、はい、昨日の丘陵公園なんなら年々したからね。そうね、2ステージあったけど途中でなんかもう、うん、顔にタオルかけて、うん、なんかいつもなかったんだけどテントがあったね昨日ね。あ、そうそうそう、うん、本当に結構ね、遠くの方までね、人も聞いてくれましたし、本当この丘陵公園のイベントはめちゃくちゃこう、ゆるーくやって、なんかこう、私たちが楽しんでるイベントだよね、うん、どっちかっていうと、こう、作ってる私たち、そう、いつも、お世話になってる音響のスーザンが企画してやってるんだけれども、スーザンはそれこそ私は、たいちゃんもそうなんだけど、なんかもうソロの時からそれこそね10年前ぐらいからのお付き合いになるんですよ。わかるけどそんな前から。え、そうなの、こっちで歌えるようになるきっかけはスーザンのイベントだったんだよね、うん、丘陵公園のイベントから始まったと思う。最初あれかな、アオーレじゃなくてあれだ、選手のステージスーザンが企画してそれに出てて、それが丘陵公園になって、で選手ってね、リバ線でそんなステージがあった。そう、前はさ、こう2階の通路なんだけど、スーザンが音響セットしてくれて、あそこでね、何度かやったんだよね。それやりたいよね。やりたいんだけどさ、ちょっと場所代がね、場所代がちょっとねっていう、いろんなちょっと大人の事情があって、その当時、おはるかは、自分の名刺もなければチラシもなくて、うん、全部スーザンが作ってくれた、うん、名刺もそこまで、うん、名刺もチラシもで、その時から撮影してくれてるのがバンバン、そう、バンバンも撮影隊入ってくれてて、そうで、本当に今日までだよね、長いお付き合いだよ。たいちゃんだってでもさ、丘陵公園のソロのイベント何度か出てるでしょ。うん、そうだね、それこそスーザンに呼んでもらって、うんうん、いやでもなんていうかね、個人的にはすごい悔しい思いを。なんで？いや、ソロでさ、どうやってやればいいか全然わかんないじゃん、うん、最初って、うん、どうしようかなみたいな。あ、ステージで？そう、落ち込んで。ああ、実際のステージでね。そう、悩んでたのがこう結構思い出に残ってて。そうなの？そう。で、何を失敗したの？なんだろう、宣伝とかも全然わかんないじゃん、最初、うん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 、どうすればいいかとか、うんうん、私もスーザンにおんぶ抱っこだったからね、うん、でもその時から、ソロの時からね、歌ってるその花になれっていうのカバーだけど、うん、今はね、そのいいねっかりね、歌わせてもらって、そうだね、それこそ丘陵公園でもそれも歌ったんだけど、うん、いい曲ですよ。そう、うん、なんかあと歌詞さえ間違えた。そうだね今日もやばかったね、やばかったけど、やばかったけどもう俺ですよ、間違えてませんよみたいな感じですよ、もうめちゃめちゃカンペしてたのに間違え、いや、あのね、間違えたところカンペなかった。あ、ここ間違えるんだっていうか、忘れるんだここみたいな感じ。あ、そう、うん、でも間違えてませんよね、顔そんな感じで丘陵公園の思い出からの、今日は村上のね、オスドさくらんぼ祭りで歌ってきたんですけれども、いやーほんとね、たいちゃんの地元、そう、いつもあの村上出身のしか言わないんですけど、今日はちゃんと具体的に、あの長岡じゃ、ね、あの通じないやつ、そう、長岡じゃ通じないやつ失礼、ピンポイントな、あのどこ出身かっていうのをやったら、うん、みんなちゃんと分かってくれて、ね、そう、湧いたよね、すごい嬉しかったですね、うん、会場が湧いてましたよ、ウェルカムしてもらってる感満載でしたね。で、始まる前からなんかすごいこう、うん、物販とかもね気にしてくれて、うん、もうお父さんたちもね、うん、CD 買ってくれたりとかして、そう、本当にあれがありがたかったし、うん、何よりもロケーションが良かった、うん、目に優しい、そうだね、うん、私たちの出番が終わってから、高橋さん、今日はあの主催の高さんがバンドで出演してたんだけど、もう私たちはもう日陰の席でさ、うん、のんびりさ、うん、のんびりね、うん、目に優しい、あれは何の山、山、名前は分かんないけど、うん、いつも見てた山、すごい目に優しい景色を見ながらね、耳にも優しい音楽を聴いて、そうそう、まあ何が残念だったかってビールが飲めないことですね、大地さん、そうだね、今日はあのいつも
あの、はるかさんが飲んでる代わりと言ってあれだけど、俺はいや、読まれるの全部帳消しにする1回ですよ1回で帳消しにしようとする。そう、飲んで、おはるかさんが今運転してもらってるという状況です。はい、はい、そうなんですよ。ありがとうございます。いいですよ、はるかの安全運転で、うん、はい、息はちょっと、あの、車間大丈夫みたいな感じ。本当にそんなこと考えてたの？そうそう、大丈夫、大変だね、これ大丈夫、またまっすぐで、はい、大丈夫、大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。なんなのこれはい、はい、そんな感じで今日は大輝さんはほろ酔いで、私がしっかりと、はい、しっかりと、はい、ハンドルキーパーしてます。はい、はい、いや、また来たいね。そうだね、まあちらっと、うん、うん、てか来、再来月かな、あの、またこちらの村上のですね、本当に私の超地元に、あの、戻ってくる機会がありまして、うん、まあ、詳細はまた後で、はい、お知らせしようと思うんですけど、はい、SNS でも、あの、7月のライブの告知をしているんですが、うん、あの、かなり7月濃密濃厚。そうだね、まず7月だね、やばいスケジュールですね、やばいです。うん、8月は見たところ、まあまあまあ、そうでもない、お盆はね、そんなにイベントがもともとないので、うん、7月は暑いですよ。4月から長岡花火まで。そうですね、はい、頑張りましょう。いや、うん、そして、あの、新曲の方もですね、いろいろと仕込んでますね。仕込んでますよ新曲を。まあ、ちょっとずつ、あの、とあるイベントでこう発表するみたいな感じで、こう小出しになってしまうんですけども、そうだね、いや、本当に発表するのが楽しい。まず、まあ、1回目は、うん、お伝えしてある7月22日の長岡市内の某イベントで新曲が発表されますので、ちなみにおはるかの SNS では少し匂わせておるので、ネッカーさんなら気づいてくれると思うので、7月22日待ってます。フリーイベントです。楽しみだ、いつものところ、でも特別だね。特別ですね、うん、ぜひお楽しみにしていてください。 そしてですね、イネッカのイープレイスも続々と予約をいただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、楽しみだね。そうだね、いや、それこそイープレイスの前オリジナル曲を発表したんですけど、今回もですね、なんと、はい、オリジナル曲を作りました。これが高齢化して、大輝さんが毎回イープレイスをうつになるっていう感じにならない？大丈夫？全然、いや、むしろね、あの、楽しく作らせてもらってるんで。さすがアーティストやな。いや、本当にね、なんていうかね、いい曲ですよ。我ながら、いい曲だった。いい曲でした。なんかね、涼しい感じ、夏の涼しい感じでした。うん、まだちょっとしか聴いてないの、私。うん、また、あの、サポートに入っていただいて、そうそう、また伴奏してもらって。感じが変わるよね。うん、すごくね、それも含めてとっても楽しみなんですけど、皆さんもね、ぜひお楽しみに。今回は、あの、席があんまりたくさんじゃないので、完全予約制にしています。ぜひぜひご予約お待ちしております。お願いします。さあ、ここで1曲流れますか？何でいきましょうかね、今日ね。何流そうかあ、みかんハート。みかんハート、給料公園のみかんハートいけるんじゃないですか。じゃあ行きましょう、はい。それでは、給料公演で披露した、C&K さんのカバーでみかんハートお聴きください。はい、はい、ということで、ここで、みかんハートを流すつもりで編集したんですが、給料公演のですね、音源が録音できていませんでしたスマホがですね、熱暴走して、あの、高音ですみたいのでさ、できなかったですね。また今後もね、あの、ライブとかでこう歌う機会があると思うので、ぜひぜひ皆さん、あの、いいねっかのライブに、足を運んでいただいてですね、歌を聴いてください。今後ともよろしくお願いします。思いは増すばかり。はい、お聞きいただいたのは、C&K さんのみかんハートのカバーでした。そうです、みかんハートは果物のみかんじゃないんですよ。ないんですよ、俺も勘違いしてね、あの、ソロでさ、アカペラ載せたんだけどさ、めっちゃみかんの絵載せちゃってさいや、でもまあ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 、そのみかんな感じもするよね、うんうん、
未完成の恋というのって、ね、未完ハートでおーってなりましたね、それして、へーへーっていう気持ち。そういうこと、おはるかさん、これあの歌ってると血管切れそうみたいな違う違うみたいな、めっちゃなんかすごい高音なんですけど、うん、私としてはあのハモるのめちゃめちゃ気持ちよくてですね。そうなんだ、はい、そうなんだとかすごいよ、滝さん。いやいや、私も大好きな曲でございますが、ここでですね、はい、エネカニューグッズのお知らせをしたいと思います。キャーキャーキャー、急ブレーキ、キャー、前の車が近いやばい、最後のラジオでエネカ B 面になるところだった危ない、安全運転で帰りましょうね。危ない、まだあの帰ってる道中ですね今ね、あの無料の高速道路に乗ってるの。そう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 、知ってます、無料の高速道路があるんですよ、村上には。いや、もちろん知ってますね知らないと思うよいや、あの私の地元まで、うん、少しで開通するということですね。それ全部無料なの？ずっと無料ですね。すごいね、だいぶ今走ってるんだけどずっと無料なんだって、うん、ずっと無料ですね。でもあれゲート通ってないの。うん、すごい。そう、そう、無料の高速道路が急に混み合ってきました。そう、ニューグッズのお知らせだよ。ニューグッズですね、あの、うん、今6月25日、まあ明後日ぐらいにこう届くんじゃないかなと。そうですね、7月には皆さんの、うん、皆さんにね、発表できるかな、できるかなと思います。私たちのね、ニュー T シャツ、ニュー T シャツ、ね、T シャツができました。で、今回デザインのテーマがですね、私たちの楽曲のベイドリームをテーマにしたおしゃれな T シャツができてしまいました。しかも2種類あります今回。はい、ね、2種類ございます。雰囲気の違うものが、はい、ですが、はい、数があまりにも少なすぎて自分の分ないんだけど、あ、問題なので、ね、まあ、そうだよね、ちょっとそれ着てライブとかしたいぐらいの、夏のイベントとか、ね、自分の分ないやっていう感じのぐらいの枚数しかないので、ぜひお早めに好きな柄の好きなサイズの T シャツをゲットしてください。詳細は SNS 写真載せますので、うん、でもね、純子がもう予約してるんだ。あ、そうなの。純子にさ、もう純子もう早く予約してそれ買うって言ってるから、私純子の着ようかな。純子が買ったのを着る。いいな、いいな、それ。そうそうそう、かわいい、すごくおしゃな感じでね、この夏はね、いいねっかの T シャツで乗り越えようと思っております。私のいいねっかの最初に出したあのロゴの T シャツ、だいぶ色あせてきたんでね。あ、はい、そうですね、うん、だいぶ洗濯しすぎて、あ、それで最近着れないのよ。あ、さあ、高速道路が高速道路になったんじゃない？え、どういうこと？もう入り口に入りますね。じゃあ入り口入っていただいて、はい、っていうのもラジオで流すという、あの、今日さ、朝高速道路乗ってきたんだけど、私の ETC のよ期限が切れてて、ETC の出口でピーとかなって、いや、初めての経験、私も初めての経験です。でもこう、うん、ETC の期限が切れていますって言ってさ、今これ入ってるよね。え、入ってる、入ってる、うん、入ってる、入ってる、ね、さあ、無事に通過できるかな。あ、いけそう、はい、いけました。よかったです。じゃあこんな感じで今週の B 面もよろしいんじゃないでしょうか。いいですかね、無事に ETC も取れましたし、次の週はですね、 FM ピッカラの方で、はい、お会いしたいんですけども、はい、皆さんテーマ覚えてますか？テーマというか募集テーマ。はい、覚えてます。何ですか？テーマは、海の思い出。イエーイ。です。どしどし募集してますので、お待ちしています。お願いします。はい、それではまた来週お会いしましょう。 See you。 さようなら。